エリコちゃんだよ。あの、もしかして、お母様でいらっしゃいますか？ゆうべ、オタクのエリコちゃん、全然認識をする気がなくて、困りました。エリコちゃんが言いました。私、マットダンスが得意なの。ああ、仕事だ。学生層は学生時代。バスケ部だったのぞ。もしかしたら、気が殺されて、あははは。くじけなさいよ。バスケ部だった。勉強したくなったら、向こうから行ってくるよね。いつか多分。それではまた、お伺いします。あの、ケーキもこっちも。すみません、ありがとうございました。やすゆき、あのお母様、あのお母様、年の相談してて好きになってしまいそうですよ。マジで、まだ有名のお宅のエリコちゃん、まだ全然やる気がなくて困りました。じゃあ、お金を使わないで幸せな方を捨ててみようかと言いながら、なんとか彼女のやる気、スイッチを、ゲロジュ、必死で設計しました。で、どうしよう、あっち来たな、あっち、先生ここへ、先生ここへ、あ、いいよいいよ。こんなことばっかりしてたら、きっと解雇されちゃうよ。いつか多分。で、結局また、勉強に至らず、最終家庭教師、最終やすゆき、ねえ、人生で一番大事なものは何かしてる、何かいろいろあるの、リアリティ違うよ、エッチだよ、DNA 残すんだよ、遺伝子の友達一番大事なの。お母さん、ついに、ラホでございます。いや、ここ数ヶ月間ずっと必死で探してきた、エリコちゃんのやる気スイッチ、ついに見つけました。彼女は言いました。でも先生、もういろんな女性が落ちちゃうからも、自分でも何があるのかコントロールできなくて、混乱して、ショートしそう。なんだかわからないの。しなくていいよ。いや、すぎちゃうの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 。スイッチは先生がオンオフするから、気を確かに持ってね。でも、隠しも出ず、どうなっちゃうだろう。ちゃ、先生にもわからない。どうすればいいの？最初から提供する。すぐ気合い。ご報告でございます。最近急に勉強に目覚めた。お宅の奥さん、エリコちゃん、すっかり変わりました。きっと色のスイッチ触って、別の色、なんか勉強のスイッチを入れちゃったんでしょう。急に大学を目指しました。せんよ。ピリと言われても合格できたらみんなを見返すよって、いつかったの。これでやっとお役に立てそうです。これ幸いです。おかわりございませんか？ああ、実はこの前エリコちゃんから久々に
便りが届きまして、かいつまで詳しく言いますと、大学に合格しました。もうひとえに先生とお母様のおかげですね。なんとこのサクセスストーリーが今度映画化されるんです。私主演で驚きました。しっかり女優決めて、でも先生の本名は出さないように僕のことやめてね。絶対きっとだよ、絶対きっとだよ。それではまた、またさ、この映画でも見に行きましょうか。お客さん、もちろん無料で、いや、安雪。